も好き。別に。やっぱり神経すごいと。ああ、山頂の扉、アイドルが心優しい私から、今から戦うこの神食いは、神食いの中でも今日、対戦で弱った神食いを封じようとしたものの、天倉さんの大決定に来た。それがこの巨大冷蔵庫。これはほんとに、氷は長い年月をかけて溶かされてしまいまして、栄養にひらめく大根だ。天空の上で私たちが暮らしてたの。
殲滅だなんて身の程知らずにも限度がありますわ。サタンを取り逃がしたことはしっかりとご隠居にご報告させていただきます。さぞがっかりされることでしょうね。だから私たちに任せていればいいんですのよ。じゃあごめんあそばせ、マキングさん。行っちゃいましたね。とりあえず江戸城に戻りましょう。